はい、皆さんこんにちは、ベストでございます。横澤のあたりやっていきましょう。1497回目ですね。名古屋賞の本場所前半戦です。さあ、番付変わりましてね、猪熊さんが横綱昇進、次に大関を狙うのは黒門さんというね、場所となっております。黒門さんが第2グループで、若尾場さんまでがね第3グループに入るというね状態ですね。伊達桜さんが強かったのかどうかがねちょっと覚えてないんですけどね。さあ参りましょう。堀川さん初日は上がってきました。千代の鶴さんとで、一条さんは大憲法さん、黒門さん、ゆきゅうじさんとね、で、大宮さんがデニズさんといきなり、下田中里さんは港川さんと、中田中里さんはまたね、三役受けを狙う南西流さんで、猪熊さん、玉隼人さん、松山さんは影野さんとの一番となります。それでは初日、まずは大宮さんでしょうね。いや違うな、松山さんか。はい、松山さん初日のお相手影野さんとです。残った。いやさあ、まずは2つ進みまして、土俵際一歩手前、ここで押しに入った。最近の土俵際押し出し、松山さん初日取りました。お次は黒門さん、初日の相手は前頭筆頭ゆうきじさん。ゆうきふじさんも三役クラスのね実力は持ってるんですけど、なかなかっていうところですね。さあ黒門さん押しに入る、2つ。さあここで逆取ったりはこらえて、ついた土俵際巻き返して突き出し。初日はちょっと危なかったですけどね、なんとか勝ちましたね。中田中司さん中日のお相手は南西龍さん。さあ南西龍さん一回三役を起こってからですの初日、あーここは一気に行きました、ストレート勝ち。同門対決から始まります。お二人、出水さんと大宮さん。さあ先に打ったのは大関、ついていく下手投げ、ここは大関が勝ちました。猪熊さん初日は玉隼人さんとです。ここで差し替わって、これはこらえる、あ押してきた、再びここで一気により2つで追い込む、土俵際のすくい投げ、これはこらえた。玉鉄さん粘ります。もう一回いく、今度はがっつり持ったまま寄り切りました。堀川さん初日のお相手は千代の鶴さん。さあ侮れない相手、先場所はね堀川さん負け越してしまいましたからね。年内2人ね自動引退はちょっと避けたいところ。さあここは押していく、一気についた、張り手をかわして突き出し、初日取りました。結びの一番、一条さんは大憲法さんと。下手投げ、これはうまく投げを打って出ました。あごめんなさい、これ下田中里さんが結びの一番ですね。港川さんとです、大変失礼しました。これは力で一気にいく、一気にいった、ストレート勝ち、突き出しで下田中里さんの勝ち。照ノ花さんと竹野内さんは照ノ花さん、そして赤月さんは豪快な突き出しですね。若尾場さん、上総灘さんに初日敗れております。さあ三役敗れたのは若尾場さんとゲイブナダさんですね。では2日目いきましょう。黒門さんが南西龍さんと、大宮さん2日目は大関立ち風さんとですね。出水さんはゲイブナダさんと、下田中里さん、ケタグリオ大憲法さん、中田中里さんはユキフジさんと、
二の熊さんが千代の鶴さんで、松山さんが竹の富士さんです。出し投げ注意報ですね。さあ、ここからはいつものようにちょっと端折ってまいりたいと思います。まずは松山さん、2日目のお相手は竹の富士さん、これはパスします。そして黒門さんは南星龍さん、中田千里さんが結城富士さん、そして出水さんは2日目コメスビーのゲームナーさんと残った。残った。さあ、ここはより2つ3ついった。一気にいくか。一気にいった。4つのより。そして大宮さん、2日目は大関立風さんとです。手が出ない大宮さん。まだ力残してるね、立川さん。大宮さん2連敗。猪熊さん、2日目は千代の鶴さん、堀川さんは2日目玉隼人さん、一条さん2日目は港川さん、結びの1番下田千里さんは大憲法さんとです。ここは4横綱きっちり勝ちました。黒門さん、松山さんもね、相手破ってますね。中田千里さんもね。はい、2日目終了。大宮さん、ゲイブナダさんが2連敗。若おばさんは今日勝って初日取っております。それでは3日目。クロモンさんと大宮さんの同門対決。はい、3日目ですね。松山さんはヒエンさんとですね。で、ここは同門対決。大宮さんと黒門さん。大宮さん2連敗中、黒門さん2連勝中です。さあ、黒門さんはね、大関昇進をかけての今場所一つでも勝ちを稼いでおきたい。さあ、ここは押し3つで追い込んだ。大宮さん手が出ない。押し出し。中田中さんは小結び、ゲイブナダさんと。ゲイブナダさん現在2連敗中。さあ、ここは月に入ってゲイブナダさんすぐに押し返す。押しが2つ。中田中さん再び月。ここは月と押し。さあ、大関2つ入った。しかしゲイブナダさんもすぐに押し返してくる。また2つ入る。3つ入った。一気に追い込んで突き出し。中田中さん勝ちました。出水さんは3日目、有給さん、こちらはパスします。残りは4横綱、猪熊さんは大憲法さん、堀川さんは港川さん、一条さんは玉隼人さん、下田中さんは千代の鶴さん。3日目結びの一番となります。ここは4横綱きっちり勝ちました。で、松山さん3連勝。テロンハさん、暁さんも落としません。立川さんもね、ああ上手投げか、南星龍さんに。はい、3日目終了ですね。若葉さんが2勝1敗、大宮さんとゲイブナダさん3連敗という状態で4日目。さあ、ここからは取り組みが変わります。一条さんと大宮さん、黒門さんは結構下と当たりますね。オバナザーさん、で水さんは霧風さん、こんなところにいるのね。で、下田中里さんがゲイブナダさん、中田中里さんが若しぐれさんと、猪熊さんは結城富士さんで、松山さん、大筒山さんですね。大筒山さんもかなり下の方ですね。さあ、4日目に入ります。まずは誰だ、松山さんかな。松山さんと大筒山さん3連勝同士の一番。黒門さんはオバナザーさん、お相手は2勝1敗。
中田忠里さんは若しぐれさん、しぐれさんも2勝1敗。エミズさんは桐和さん、桐和さんは1勝2敗。猪熊さんは3連敗中の結城富士さん。堀川さんはこちらも3連敗中、南星龍さん。一条さんと大宮さんの同門対決。3連勝中の一条さん、3連敗中の大宮さんの一番。さあ、ここは寄り合いになりました。今度は押しに入る横綱。2つ一気にか。さあ、ここで差し替わって大宮さんが2つ寄ってくる。もう1回一条さん行く。押しに入った、追い込んだな、横綱押し出し。4連勝、大宮さんは4連敗。下田忠里さんは3連敗中のゲイブナダさんと4日目結びの一番。すくい投げ、得意技で決めました、下田忠里さんの勝ち。照ノ原さん、赤月さん、立ち風さんも今場所負けないね。若尾さん、雷光さんに敗れた。雷光さんが本当大物食いですよね。さあ、4日目終了です。大宮さんを除いて我が部屋は全員4連勝。立ち風さん、照ノ原さん、赤月さんも4連勝で、会位は3勝1敗の大筒山さんと港浅井さんも3勝1敗ね。この2人が頑張ってる状態ですね。十両の4連勝は琴千鳥さん、時は海さんのお二人だけかな。3勝1敗が 1-2-3-4-5-6-7-2-3-4-5 1-2-3-4-5 10名3勝1敗いるんですね。では5日目、一条さんがゲイブナダさんと、黒門さんはしぐれさんとね、大宮さんは下田忠里さんと、出水さん、荒日高さん、ここは同門対決。はい、中田忠里さんは尾花沢さんと、猪熊さんが南星龍さん。南星龍さんもちょもう三役復帰厳しいんかなっていうところですね。はい、松山さんは戸越嵐さんとですね、お相手は2勝2敗。黒門さんは若しぐれさん、若しぐれさんも2勝2敗。中田忠里さんは尾花沢さん、こちらもお相手は2勝2敗で、出水さんは1勝3敗の荒日高さん。猪熊さんは4連敗中の南星龍さん。堀川さんはこちらも4連敗、結城富士さん。一条さんは小結びゲブナーさんとの一番。こちらは相手、お相手がね、三役なんで見たいと思います。ゲブナーさん現在4連敗中。猫だましから一気に突き、追い込んで土俵際粘るゲブナーさん、しかし突き出しました。ここは一条さんの勝ち。結びの一番は同門対決、4連勝中の下田忠里さんと4連敗中の大宮さん。これはいい、ストレート勝ちとなりました。下田忠里さん、大宮さんやっぱり今年失敗かな。これ見てるとね、衰えが。立ち風さんも負けない。はい、ということで5日目終了ですね。大宮さんが5連敗。もうね、陥落しちゃうとちょっと、まあまあ上と当たってやからね、まだ分からんけどね。赤羽さんが勝ち先行になりましたね。3勝2敗というところで6日目、堀川さんとゲイブナーさん、一条さんは結城富士さんと、黒門さんは桐風さんね、大宮さんは今日は猪熊さんとの同門対決。下田忠里さんが南星龍さん、中田忠里さんはこちらもね、荒井高さんもね、強い時と弱い時はっきりしとるよね。で、松山さん、鈴鹿駒さんと、はい、
それでは6日目。今日はペース早いんかな。20分ぐらいで終われればいいですけどね。松山さんは鈴鹿駒さん、お相手は1勝4敗。黒門さんは桐風さんですね。桐風さんも1勝4敗。中田千里さんは荒日高さん、1勝4敗が多いですね。出水さんは2勝3敗の尾花沢さん。猪熊さんと大宮さんの同門対決、5連勝中の猪熊さん、5連敗中の大宮さん。判断力まあまあ残しとるんやけどね、だいぶちょっと衰えが顕著になってきたね、この名古屋場所ね。粘らない。お、今日は粘る。さあここで逆転しました大宮さん。一気に行くか。猪熊さんマジが取れなくなった。さあここで猪熊さんがっつり回しを取って真ん中に戻しました。さあ真ん中で止まった。再び大宮さんがリードを、いやすぐに戻します。寄りが2つ差し勝ったところで足掛け、外掛けはこらえた。しかしここで寄りが1つ入って下がる。追い込まれたのは大宮さん。ここで差し勝って土俵際でうまく外掛け、足技を決めました。堀川さんは5連敗中のゲイブナーさんと。下手出し投げ、ここは横綱勝ちました。一条さんは前頭筆頭、ゆうきじさんこれはパスします。そして下田忠一さんはこちら前頭筆頭、南西龍さん。6日目結びの一番、ここは下田忠一さん得意技で勝っております。立川さん負けんね。あ、テルマハさん苦手ライコさんに勝ってるわ。はい、6日目終了しました。図式は変わっておりませんね。6連勝のメンバー変わらず、若岡さんは3勝3敗、大宮さんはね苦しい6日間でした、6連敗。酒井は4勝2敗で、港朝日さんただ1人が勝ち先行の状態か。はい、重量は6連勝、時は海さんただ1人となりました。琴千鳥さん土がついきましたね。で5勝1敗が1、2、3、4、5、6名に減りましたね。あ、新加入伊達桜さんは6連�敗という状態ね。それでは7日目、さあここで横綱対大関の一番となります。まずは堀川さんと中田忠さん、一条さんと出水さん。一条さんは出水さんがまあまあ苦手で、黒門さんと猪熊さん、大宮さんここから下と当たります。銀兄さんと出水さん、ということは下田獣医さんと立川さんかね。まあここで大体ね、今場所の調子が、立川さんの調子が分かる。お、松山さん百鬼丸さんとだ。はい、大宮さんは3勝3敗の銀林さんと。さあここから勝ちを重ねてほしい。松山さんは2勝4敗の百鬼丸さん。6連勝同士の同門対決、猪熊さん対黒門さん。さあ大関昇進を狙う黒門さん、ここは猪熊さんを破って、おお巻き返した。すぐに差し替わって外掛け、これはこらえた。猪熊さん寄ってくる。ここは黒門さんの押しをこらえた猪熊さん。さあ真ん中で動かなくなった。さあどっちが進む。さあここで黒門さん押しに入る。猪熊さんついた。今度は黒門さんも負けじと突き、ここでは回しを取って、猪熊さんがより2つ。さあじわじわ行くのか。猪熊さんが押しつつ一気に追い込んだ。土俵際寄り切り、ここは横綱勝ちました。堀川さんは中田千由里さんと6連勝同士の一番。設定、ここは中田千由里さん押しつき、突き一気に追い込んでストレート勝ち。ここは大関勝ちました。一条さんと出水さんの同門対決です。こちらも6連勝同士の一番。設定、まずは一条さんの押し一歩下がらせた。ここで出水さん回しを取るが一条さん動かない。
お、つけた。さあここで押しに入って真ん中に戻して、ここでまた止まった。デミさんが押っつけていく。たまらず突き返した一条さん、下手出し投げ、切り返しともにこらえて叩き込み。さあここで一気に技の応酬、両者ともこらえる。さあ一条さんの突き、ここで一歩リードをかけたところでまたデミーさんが戻してきます。おお、2つ入った。お、押して3つ、一気に追い込んだ。デミーさん土俵際から粘る。土俵際一歩手前で止まった。ああ、戻した。おお、すごい。デミーさん粘る。お、ここで逆転か。いや、すぐに戻します。高取ったり、大関勝ちました。結びの一番も6連勝同士、下田忠理さんと立風さん。さあ先手、さあここはまわしを取ったのは立風さんですけど、進まない。下田忠理さんついた。さあまずは一歩下がらせた。今度は横綱押しに入る。すぐに立川さん揺り返してくる。連発では両者とも入りません。あ、ここで連発で入った突き。さあ一気に3ついった。追い込んで土俵際上手投げ、2つ粘った、3つ粘る。寄り返してきました。あ、今度はマシが取れなくなった下田千里さん。再び今度は押しに入る。もう一回追い込むか。ついて追い込みます。土俵際押し出し、ここは横綱勝ちました。立川さんに土、テロナーさんと赤月さん、まあまあこの相手だったら勝つわな普通にね。大宮さんようやく初日出ました。はい、7日目終了です。松山さんも勝って7連勝、一条さんと立風さんと黒門さんが破る、あ、堀川さんとね、4名が敗れました。それでは前半戦ラスト8日目、堀川さんと黒門さん、一条さんが立風さん、ここは勝っときたい。大宮さん、猪苗代さんと、で水さんが下田千里さんとの同門対決、昨日は坂取ったりが決まりました。猪熊さんと中田千里さん7連勝同士、そして松山さんは8連勝を狙います。大宮さんは2勝5敗の猪苗代さんと、松山さん8連勝を狙います。お相手は7連敗中陣馬さん。さあここは一気に追い込んだ、より2つそのまま寄り切ります。松山さん8連勝、こちらは7連勝同士同門対決、猪熊さん対中田忠さん。さあ先手は大関の押しから入ってケタグリー絶好調、中田忠さんが先に勝ち越しました。こちらは6勝1敗同士同門対決、堀川さんと黒門さん。黒門さん2丁投げ、いきなりの大技、こちらも6勝1敗同士、一条さんと立風さん。さあまずは突きが入った、よりをこらえる。さあここで一条さんが回しを取ってよりに入ります。すぐに差し替わりますが、さあこらえる、上手投げこらえた。さあ一条さん、マシが取れません。猫魂。マシを取って下手出し投げ。うまい。ここは神様勝ちました。1敗を守りました。結びの一番は7連勝同士の同門対決、下田忠理さんとデミズさん。さあ、昨日は神様を
坂戸対矢蓋デミさん、今日の相手は横綱下田忠里さん。坂戸デミさん押しに入る、おっつけた、一気に追い込んだ、首投げ下、あー突き落とし、さともにこらえて1個返しましたが、もう再び追い込む。さあ土俵際から何度か2つ返すが、ここで止まる。土俵際一歩手前、再びデミさん追い込みます。押し出し、デミズさん8連勝。テルマーさんと暁さんも8連勝ですね。小宮さんも2勝目。はい、ということで前半戦終了しました。8連勝ターン、デミズさん、中田忠司さん、松山さん、テルマーさん、暁さんの5名、下田忠司さん、一条さん、猪熊さん、黒門さんが7勝1敗、堀川さんは6勝2敗で、大宮さんは6連敗の後2連勝、ゲームマンさんも同じ感じですね。回は勝ち先行は玉隼人さんか、5勝3敗ね。その他はいませんね。さあ十両8連勝ターンは時臣さんただ1人、7勝1敗、一気に減りましたね。 1、2、2人になりました。今回難しいねまだ横綱もね、堀川さん以外はワンチャンありますし、黒門さんもねこのまま沈む、まあ調子悪いですけどね、沈むとは思えませんのでね、まあこのテルハーさんと暁さんをどう破っていくかが、優勝戦線の鍵になりそうですね。はい、ということで後半戦もまたお楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。